YouTube が愛知県名古屋にオープンする新たな施設。そこにあったのは和風建築のセット。3、2。実はこの施設、利用料は無料。YouTube に動画を投稿するクリエイターなら誰でも利用できます。新しい施設にあるのはセットだけではありません。実はここ撮影スタジオ。放送局並みの機材を揃えた最新鋭の施設です。気絶した私は100年後の未来に迷い込んでしまいました。そうして収録した動画や音声はすぐに編集室で作品に仕上げられます。できたのがこちら。気絶した私は100年後の未来。プロ級機材のおかげで簡単に本格的な映像ができます。そして先ほどの和風セットでの撮影で生まれたのがこちらの作品。今日はスクワット1000回にチャレンジ。1、手掛けたのは普段から YouTube に作品をアップしているクリエイターたちです。 YouTube に登録し作品の画面に広告を載せることを認めています。なぜそうしたクリエイターにスタジオを無料開放するのでしょうか。この施設を利用してより良い作品を作っていただいたクリエイターにより多くの広告が載せれば、それは広告主さんのウィンにもなるし、 YouTube のウィンにもなるし、YouTube クリエイターのウィンにもなるので。生活に浸透しつつあるネットで動画を楽しむスタイル、動画の品質アップがビジネス強化につながるかもしれません。